新しいトレーディングペアの非表示に関する発表。はい、こんにちは。サラリーマンの給料以外にもたくさんの収入源を作りましょう。マルチインカムサラリーマンの八野です。今日も GIB GCG アジアの情報をお伝えしていきます。今日はこちらの4つのメニューです。1つ目、 GUSDT とメジャーな暗号通貨の価格情報をお伝えします。2つ目、デジタルオプション契約300ドルのボーナスがもらえるということで公式アナウンス出ています。3つ目、60秒で利益を回復ということで、こちらもね、 OC デジタルオプションに関する公式アナウンス出ています。そして4つ目、トレーニングコスト、こちらも OC デジタルオプション契約のトレードに関するね、トレーニングコースの案内が出ています。はい、まずはね、価格情報からですけれども、 GUSDT 今朝6時くらいの価格になります。で、これを見ておやって思った人は敏感ですね。はい、6つあるはずの GUSDT のリスト、今日は5つしかありませんね。どこがないんでしょうということで、 ZB.com がね、消えてますね。はい、ちょっとね、この辺のお話また後でするにして、まずは価格見ていきますけれども、 L バンク 0.06、 コインタイガー 0.08、 コインベネ 0.06、 WBF 0.06 ということでね、また若干ね、下がった感じですね。コインタイガーだけ 0.08 で、それ以外は 0.06 台と、はい、いうことになっています。でね、 ZB.com どこ行ったんじゃいということで、はい、ちょっとね、 ZB.com ウェブサイト行って検索しましたところ、やっぱりね、 GUSDT 出てこないと。で、どうしたんだろうということで、いろいろ探しましたら、はい、見つけました。こんなね、発表がありました。新しいトレーディングペアの非表示に関する ZD の発表ということで、9月30日にね、この発表あったようです。親愛なるユーザー、 ZB は9月の18時に、こちらはね、トレーディングのペアが書いてあって、で、ここですね、ここに GUSDT と USDT と書いてあって、2021年の9月の30日の18時から、非表示にしますと、ね、いうことが書いてあります。非表示になっている取引ペアは取引所取引リストと ZB アプリには表示されません。 ZB.com は引き続き非表示の取引ペアの取引をサポートしていますが、エクスチェンジベーシックおよびエクスチェンジプロページの検索フィールドにティッカーを入力することによってのみ見つけることができます。ご不明な点がございましたら、オンラインカスタマーサービスまたはサポートアットマーク ZB.com までお問い合わせください。ZB.com はリストされているすべてのプロジェクトを厳密に監視し、上場廃止、非表示メカニズムを実装し、プロジェクトのその後の開発に応じて非表示または上場廃止をキャンセルするように非表示の取引ペアを調整します。はい、いうことでね、書いてありますけれども、一応ね、検索すれば出てくるということですね。はい、ティッカーを入力することによってでのみ見つけることができますということなので、まあね、取引自体はできるということなんですかね。ただね、もう非表示になってしまっているので、先ほどもね、はい、こちらはコインマーケットキャップのリストになるんですけども、ここからも抜けてるということで、まあこのまま行くと、もしかするとね、ZB.com で上場廃止ということにもなりかねないので、ちょっとね、GUSDT持っている人はね、将来的にどうなるかというところもね、見越して、まあ、今のうちに売っとくっていうのも一つの手段ですし、まあね、多分大丈夫だろうと思って持ち続けるのも、まあ、選択の一つだと思いますので、まあ、この辺はね、皆さん の, 今後の GUSDT どうなるかというところの、はい、未来予想計画を立てていただいて、はい、今後の保持するのか売るのかというところは考えていただければいいのかなと思います。ちょっとね、これはショッキングですね。はい、そして、メジャーな暗号通貨見ていきますけれども、もう絶好調ですね。ビットコイン、昨日も上がりましたね。
54,946 ということで、結構ね勢いがついてきましたね。でそちらに引きずられて他の暗号通貨ね上がっています。イーサリアムが3567、リップル 1.08、同時コイン 0.2495、 ファイルコインが$71、トロン 0.094、 デイジーロンチパッド 2.13、GIBX トークン X 0.2357、 相変わらずねこの下の2つのトークンは下がり基調ですけれども、他のメジャーな暗号通貨上がり基調です。はい、このままね、どんどん上がっていくことを期待して、はい、毎日ね価格はチェックしていきたいと思います。2つ目、デジタルオプション契約の300ドルボーナスということで公式アナウンス出ています。 GIBXOC デジタルオプション契約300ペイドルボーナス、 GIBX のすべてのメンバーに。先週9月30日木曜日に GIBXOC デジタルオプション契約のベータ版に参加したユーザーがネットワーク トラフィックの制限に邪魔され時間エラーが発生し、注文時に損失が発生したことが分かりました。ライブ放送室何度か話し合った後、同社は報酬として事前に300ドルのボーナスを送ることにしました。次のいずれかの条件を満たす全てのユーザーは会社から300ドルのボーナスを受け取ります。条件は以下の通りです。1番、登録された口座と少なくとも250ユーの預金の最初の記録。2番、登録済みアカウントと最初のライブ転送は少なくとも250ユーです。同社はここに全てのボーナスが配布されたことを通知する特別な通知を発行しました。ユーザーは GIBXOC アカウントのメンバーサイトにアクセスして確認及び再確認を行うことができます。生放送の遅れによりご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。同時に同社はこれらの問題を解決するためにより良い生放送室を積極的に探しています。 GIBXOC デジタルオプション契約は10月11日に2回目のコピー取引を開始します。まだ登録していないメンバーは次の取引の前に急いで準備してください。会社から300米ドルのボーナスを受け取り、コピー取引から利益を上げましょう。ありがとうございました。よろしくお願いします。と、はい、いうことでね、こちらの公式アナウンスなんですけれども、先日9月30日に OC デジタルオプション契約の取引がね、初めて開始されましたと。で、講師の方がね、ライブでね、解説しながら、まあ多分今、買い時です。買ってくださいみたいなことを言って、まあ、それをね、見ていた人が、まあ、コピートレードということでね、トレードを行うんですけれども、インターネットのやっぱりね、このトラフィックの影響で、なんか遅延していたと。ね、なので、講師がもう、今このタイミングで買ってとか売ってとか言った時から、まあ30秒くらいずれていたと。ね、そのせいでタイミングがずれて、まあ、講師の人はね、プラスの利益になってるのに、それをコピートレードしていた人はマイナスになっていた人が結構いたということで、まあね、その辺の問題についてここ最近公式アナウンス出ていたんですけれども、まあ、それのね、まあ、補填として300ドルを、ね、この条件に満たした人には、はい、支給するということのようです。なので、まあ、日本の人多分ね、欲しいデジタルオプション契約でコピー取るとその時にねリアルタイムでやっていきたい人ほとんどいないかとは思いますけど、もしね該当された方いらっしゃったらね、この条件に合えば、はい、300ドルが、もらえるそうなのでね、もし届いてないという方はですね、カスタマーサービスなどに問い合わせいただくといいのかなと思います。はい、そして3つ目ですね、60秒で利益を回復ということで公式アナウンス出ています。OC デジタルオプションは60秒で利益を回復します。すべての GIBX メンバーに。先週9月30日に GIBXOC デジタルオプション契約ベータ版のベータ版に参加した一部のユーザーについては、ネットワークシステムエラーのため同社は明日木曜日10月7日午前10時にリサイクルリピートを開始します。ネットワークとシステムの互換性を調整する必要があるため、GIBXOC デジタルオプション契約に
60秒間参加する一部のユーザーは繰り返し決済利益を受け取りました。そのため技術部門が利益を回収・生産している間、以下のリチャージ機能、引き出し機能、発注機能は一時的に閉鎖いたします。また内部転送機能は今夜一時的に閉鎖され、残りの機能は明日の午前10時に閉鎖されます。同社はすべての機能が午後18時に再開されることを期待しています。今回は技術部門が繰り返し決済から利益の一部のみを回収し、注文の一時的な利益を保持します。ご不便をおかけして申し訳ございません、ありがとう、あなたに感謝しますと、はい、いうことでね、こちらも昨日付で公式アナウンス出ています。はい、そして4つ目ですね、トレーニングコースということで、こちらはね、公式テレグラムの方で流れていたものになりますけれども、トレーニングコースの開始前の OC オプションベータテスト、強者だけが強者を生み出すことができます、スペシャライゼーション体系化、有名なブロックチェーンインターナショナルビジネススクール、10万以上の価値あるブロックチェーンオンライントランザクションの集中コースが来ています。1000人の高品質ユーザーをトレーニングに招待します。プロのトレーダーは最も簡単で最も失礼な方法で契約市場でお金を稼ぐ方法を教えますと。 GIBX OC の今後の立ち上げのための良い基盤を築く、将来の富と双方にメリットのある状況を予見する、あなたがすぐに釜になることができるようにあなたに財務管理を実践的に教えてください、お金を稼ぐよりも早くお金を稼ぐ方法、世界のたった 1% の人が知っています、今夜教えてください、移動平均を使用して小さな損失を出し大きな利益を上げます、二重移動平均戦略を学ぶための10分、資金はすぐに2倍になりました。コース時間毎日ですね、これ月曜日から金曜日の毎晩19時から20時、日本時間でいうと20時から21時になりますね。はい、でライブリンクが書いてあって、パスワードを入力することでね、このライブ見ることができると、はい、いうことなので、ね、OC デジタルオプション契約ね、登録している方はぜひね、見ていただけるといいんじゃないかと思います。ただね、多分ですけれども中国語じゃないかなと思いますので、はい、まあ、その辺はね、どこまで聞き取れるかわからないですけれども、まあ、画面見るだけでもね、チャートのお話だと思うので理解できるのかな、ちょっとわかりませんけれども、はいね、GIB 契約していて OC オプション契約も登録している方はね、まあ、こういったところでも情報収集していただければいいのかなと思います。はい、ということでね、今日ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良かったよ、役に立ったよ、参考になったよという方はですね、グッドボタン、いいねボタンを押していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you!